はいどうも、カッパチベクロも、カッパ園長、やんやややややや。さて、今度はね、食べ物のお話ですかね。まず最初が、どうでしょう、ご覧のあなた、スナック菓子。今回はね、ポテチですけどもね、ポテチ食べます？日常的に。まあ、毎日食うって人はそうそういないかもしれないですけど、僕基本お菓子食わないんで、ポテチどんな感じだったかなって記憶をたぐるぐらい、だいぶ食べてないですけど、なんかね、どうやらね、海外でこの日本のポテトチップスがね、大好きマンがいるらしくてね、まあ種類いっぱいあんのかな、ちょっとよくわかんないですけど、まあ1種類2種類じゃないですよね。その日本のね、数多くあるポテトチップスの中でね、日本のポテチ最高だぜ、お前らの一番好きなフレーバーはみたいな、そんな話題で盛り上がってるらしいんでどんだけ日本のポテチ大好きなんだろうなまあ中にはなんかね、えっていう味がなんとなく画像でこの真ん中らへんのこの黒いのはみたいな感じはしなくもないですけども。で、まあ要はね、日本のさまざまなポテトチップ味についてどう思いますか、あなたのお気に入りは何ですかっていうね、お前のマスターピースを教えてくれよ的なノリなのかな。ちょっと見ていきましょう。まず最初の人、私はカルビーの海苔塩、これ多分日本人でもこれが一番っていう人結構多くいたような気がするんですけどね。カルビー海苔塩、なんかね、こだわりある人いますよね、このメーカー、あと味。もう何が違うのかよくわかんないんですけどお菓子あんまりピンとこない人なんでね。あ、でも昔流行ったほら、このしょっぱいポテチになんかチョコかけて食べる、そういうの用意してる会社どっかありましたよね。あれ北海道のお菓子だっけ、あれは美味しいなと思いましたけどもね。まあ海苔塩か、一番好きだけど、フリトレなんかよくわかんないですけど、のような脂肪分控えめのバージョンのが欲しい。いや、そう、なんか脂肪だ、糖分、脂肪分気にする人がポテチ食ってる時点で違う気がしますけどね。あの、コーラでダイエットとかね。ああいうのと一緒のような気がしますけど。で、油分が少ないポテチの方がもっと美味しいと思う。なるほどね。国籍不明の方がね、そう言ってます。また別な国籍不明の人が、餃子味なんてあるんだ。餃子味が好き、ピザ味も良かった、本物のチーズがかかってる。へえ。次、アメリカの人がオーザック、なんか聞いたことあんな、の餃子味、あ、また餃子味だ、が一番。アメリカの人がね、餃子味がいいって言ってますね。で、今度日本在住の国籍不明の方、どれも袋のサイズの割に中身が少ない。ああ、それはなんかわかる気がします。どうなんだろう、なんかコストコとかでなんかアメリカンサイズのやつ売ってそうですけど、向こうものはやっぱぎっしりたっぷりなのかな、ちょっとわかんないですけど。なんか日本のお菓子って、そうですね、いつ頃からかな、なんかスッカスカのイメージがありますけどね。袋ばっかでかくて。で、次、国籍不明の人、なんだこれ、柚子胡椒味が最高。日本人以外の方で柚子胡椒味なんかの良さがわかる人いるのかな。で、次、日本在住のまた国籍不明の方、バーベキュー味一択。なんかアメリカ人っぽいですね。で、次、アメリカの人、私はカルビーの黒胡椒味が一番好き。ほー。次、ドイツの人、マジで聞いてんの？他にもっと重要な質問ないのか。っていうのがなんかわからんではないですけど。あれ？だってドイツだと主食じゃがいもじゃないですか。ポテトチップは食わないんですかね。飯でじゃがいも食うから、お菓子もじゃがいもっていう選択はないのかな。で、これに対して、ははとても批判的だね。ま、でも、ただの、すぐに消えていくような記事だよ。まあ、そうカリカリすんなよっていうことが言いたいのかな。って、日本の人が言ってます。で、それに対して、日本在住の国籍不明の人、だから、ジャパントゥデイはユニークって言われるんだよ。で、さらにそれに続けて、日本在住の国籍不明の方が、彼らは他に書くべきことがないのかもしれない、ただの暇つぶしなんだからさ、みたいな。で、次、タイの人、私は日本の食べ物なん何でも好き。次、国籍不明の人、また何の調査だよ一体、ニュースはどうしただって。なんだ、頭固いやつが多いな。で、このカナダの人、カルビーだっけ、ベースボールカードついてくるやつ。おー、よく知ってますね。あれ、野球のやつですよね、あれね。
あれどこのやつだっけ。僕はあれ集めたりしたことないんでわかんないですけど。で次、アメリカとブラジルの人、蜂蜜バター味、そんな味あったの、へえ知らねえ。でも普通に美味しいかもしれないですね。次アメリカの人、ごめん全部好きで次が日本在住の国籍不明の人、間違いなく一番はわさび味、あーなんだっけ、わさビーフみたいな、あれそんな商品名はなかったでしたっけね。次カナダの人、ピザチップ、ピザ味も人気なんだ。次インドの人、インドでも買えたらいいのに、インドには日本のポテチないんだ、まあ需要もあんまなさそうですけどね。で次、国籍不明の人、キャベツ太郎、これ駄菓子ですよね、昔からあるやつよくそんな知ってますね。へー、さあまあポテチ話はこんぐらいにして、次なんだろうな、日本とかいう国料理うますぎるわらみたいな、要は日本で一番好きな食べ物は何って外国人に聞いてみた結果、その答えが、なんか話題になってるんで、日本で一番好きな食べ物は何と問われましたところ、深夜に自販機で買う缶コーヒーって答えてますよりによってそれかブラックじゃなかったらただのあの砂糖水ですよあれを日本料理代表ってなんかちょっと悲しくなっちゃいますね。で次の人、つけ麺をまた食べたい、みんな音立てて麺吸ってたのは不思議な感じだったけど、これ結構ね海外でみんな言いますよね。なんで日本人って麺、そば、うどんも含めて、麺類なんで音すすって食べて OK なわけみたいな、あれでしょ、欧米なんか特にこれマナー違反だもんね、あの麺に限らずなんかこうすするときそーっとあれでしょ口に運ぶんだっけこれ。でそれに対してつけ麺ときたらラーメンもね、順番逆だろまあいいけど、先に券売機で券買ったの覚えてる、日本のラーメンは職人技だよ。で、次の人が、東京の飲食店は本当に美味しいとこばっかだな、東京か、大阪の方が美味しそうなイメージあるけどどうだろう、あと札幌の方がうまそうだけどな、東京何でもあるっていうのは同意しますけど、何でもうまいかどうかは微妙ですよね、あと高い。で、次、コンビニのフライドチキンとデザート最高だった、に対してファミチキは中毒になるよね、これ結構言う人いっぱいいますね、海外の人、そんなに美味しいか、むしろあなたのね、アメリカの人だったらあなた方のところの方が本場じゃないの、このフライドチキンとかは。で、次、誰か僕にポカリスエットください売ってないのかで、それに対してポカリスエットなんて砂糖の塊だよ、レモンウォーターとかももうなんかジュースの類は全部そうですからね、もうまず飲まないですけどね、黒ウーロンか特茶しか僕家で飲んでないです、あと水。あと今月からヘルシア、ヘルシア、ヘルシオ、ヘルシア、あどっちだっけ忘れちゃいましたけど、もうたまに飲んでますかね。まあいいんですけど。で次、お好み焼き食いてーって言ってる人がいますね。でそれに対して、私今日作ったよ、パンケーキ作れる人はお好み焼き作れると思う、似てるっちゃ似てるか。でそれに対して、僕も豚バラと椎茸入れてみた、パンケーキに豚バラと椎茸入れてお好み焼きって言ってるんじゃ言ってるのかな、もしかして新しいな。でそれに対して、大阪のお好み焼きもいいけど広島のもめっちゃ美味しいからみんな食べてみてほしい、に対して、正直お好み焼きのソース、お好み焼きってソースの味しかしなくない、キャベツも別に食べたくないしな、だってさあ大阪の人反論してあげて、広島の人も反論してあげてお好み焼きってソース味しかしねえじゃんって言ってる人がいるよで次の人、おにぎりラーメン寿司、に対して、近所のスーパーで最近おにぎり置き始めたよ、でも日本と比べると月とス、あ海外の、まあ現地で、自分の母国のスーパーでおにぎりが置き始めたと、まあ日本と比べると月とすっぽんだわ、月とすっぽんなんてよく知ってますねで次の人、日本のカレーが恋しい、日本のカレーなんだ、カレーの本場って言ったら基本日本が、まあ日本のカレーはもうあれ日本のカレーですからね、ちなみに僕も今日カレー作ったんですよね、まだ食べてないんですけど後で食います。でそれに対して、日本のカレーはルーさえあれば簡単に作れるよと。でさらに続けて、寿司とかラーメンのお店はカナダにも結構あるけど、日本のあのカレーが食べられるところってないんだよな、ココイチは、
もし宝くじでも当たったら絶対カナダにココイチの店舗作るわ。カナダの人は自分で作るって、なんか本部に電話すればなんかやらしてくれるんじゃないの、知らないですけど。に対してカリフォルニアにはあるよ、でもめっちゃ高い、日本の倍の値段する。そうなんだ。でさらにそれに続けて、カツカレーとか日本だと1100円ぐらいなのに、アメリカだと2000円ぐらいするからな。あ、そうなんだ。アメリカやカナダの方が高いんだ。これって日本のチェーン店って全部海外展開した、海外にある店舗のお店ってみんなこんな感じなんですかね。へえ、なんか意外ですね。日本の半分ぐらいで食えたりするのかと思ったら高いんだ逆に。で、次の人が、自販機に売ってる桃の天然水っていうドリンク美味しいよ。懐かしいな、これまだあんのこれ。で、それに対してフレーバー付きのイロハスも美味しいよね。さらに続けて、梨味なんで梨そのままかじってるみたいでジューシーなんだよな、だって。へえ、日本のジュースも人気なんですね。コンビニのサンドイッチ最高だった。それに対してローソンの卵サンドが忘れられない。コンビニ関連だいぶ多いな。で次が、やっぱカップラーメンだな、だって。微妙だな。居酒屋に出てくる漬物とか旬のお惣菜とかそういうちょっとした料理が美味しかった。お通しですかね。へえ、なんかコンビニ関連がやたら好評なのがまあいいけど、なんかもうちょっと違うものも食べて楽しんでもらいたいなって、ちょっと残念ではもありますけど。さあ、ご覧になったあなたはね、どうでしたかね。今回は以上になります。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。